はい、戻りました。引き続き司会進行リヒトが務めさせていただきます。よろしくお願いします。ね、調べていただいてありがとうございます。私も今ちょっと見てみたんですけど、これ日本のゲームなんですかね、どうなんでしょう。フリーゲームのベクターの新着ゲームレビューとか、なんかその辺が引っかかったんですけれども、ベクターで配布もされてるのかな。作者さんのレビューインタビューがあるし、完全に日本の方っぽいですよね。あ、リンク切れか。ちょっと昔のサイトだとそういうところもあるかもしれないですよね。スペイン国境の方が日本のこのフリーゲームを手に入れられて、アルティ走られてるっていう、いいですね。ポータルのゲームデザインを参考にしていますというね、その作者さんのベクターのインタビューを今ちょっと見てますけど、こんにちはです。よろしくお願いします。ああ、ローカライズでね、特にその言語の壁を越えないと難しそうなゲームのタイプではなさそうなんですけれども、ポータルもね、今日の晩ありまして、ちょっと私、ね、日中にこの司会とかしてると夜はあまり評価しちゃうとあれなんで、見れるかどうか微妙な時間だなと思ってるんですが、あれもね楽しみですね。アウトオブバーズなんで思いっきり悪いことばっかりしますけどね。あのポータルは解説の方いらっしゃらないけど、嵐さんが司会をね、もしかしたら希望されてるんでしたら、嵐さんが解説しながら司会されるのかなと思ってます。見られたら見たいな。こちらのゲームは、あ、ちょっとポータルはね、私もそうなんですけど、3D 酔いする人には、あまりガンガンと動かれると、じっと見てると大変ですけど、こちらのテレポートプラスは、安心の横顔面っていうか、先ほどね、アナーリもそうですけど、ちょっとレトロな感じのね、見た目のゲームですけど、こういうのも大好きなんでね、楽しみですね。そうそう、安心の 2D アクションですね。ポータルはね、ただね、アウトオブバウンズの方がもしかしたら酔わないかもしれないですね。その、なんて言うんでしたっけ、インバウンドの方でしたっけ。そういうね、壁の毛グリッチ使わないで全部解く方はいっぱい走り回って、その画面を常にふわ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 揺らしちゃうんですけど、壁の毛グリッチガンガンする方は結構その遠くの方を見ながらピシピシと、その、ワープして悪いことして、ワープして悪いことしてなんで、あんまり、逆に言わないかもしれないなと思って見てました。今回のカテゴリーはもしかしたら言わずに、短いですしね。お、来たかな。めっちゃ日本語ですね。また可愛いですね、左上の奏者さんの写真が。そうですね、フギラさん。めっちゃ日本語でした。ありがとうございます。そうそうね。PC のフリーゲーム、ちょっとベクターの解説ページをさらさらと読んだ方が見てる方に伝わりやすいかな。まあ、作者インタビュー見た方がいいですかね。テーポートっていうね、前作があって、それのプラスっていう2作目続編。ただまあ新たなステージを追加しようと考えましたが、前作を延長するだけでは相手に欠けるところがあったので、システムや操作方法を変えずに新しい面白さを作るにはどうしようすればいいかと考えて、この作品を制作されたそうですね。3、2、1、あ、トラックです。これちょっと下の方映ってません？それではないのかな？こういうものなのかな？Ahí podemos agarrar algunas orillas, pero no todas, como pueden ver en la foto. Nuestro personaje se mueve en la misma velocidad,
ハンコン。あそこ突っ込まれるんだ。すごく右と左をパッパッパッパ見分けないといけないですね。そうですね、ちょっと 見切れてる感じですね。これはちょっと公式さん、もうちょっと下まで映してほしいな。もしかしたら四角形さんのゲームなのに16球のところに映しちゃってるかもしれないですよね。先ほどあの悪魔城がね、横がちょっと切れてたけど、そこにね、そのアナログじゃないや、昔のアニメを16対9で表示してるみたいな感じでね、半透明でふわっと出されてましたけど。そうですね、 2D ポータルっていう感じですね。上の方でちょっと動いていただいたらよく分かりやすいですけど、一応右にその、あ、右だじゃないか、右と左にね、そのワープする先のところでワープしたらこっちにこんな感じで出るよっていうね、うっすらと出てますけど。レイアウトは難しいですよね。その16対9が当たり前っていうわけでももちろんないので、レトロゲームとかね、こういうゲームすると特に4対3で出しつつ、空いてるところを何かで埋めなきゃいけないですからね。おっと、ちょっとミスっちゃったかな。壁つかまれるんですね。セレステとかみたいな感じかな。ワープは自在にできるのかな、右と左のね。10年ぐらい前ですか。そうですね、 Windows 7までで対応 OS 書かれてたのでね。ああ、そうか、ソーシャさんの画面を今ちょっと頑張ってレイアウト変えようとしたかな。なんかちょっと映ってますよね公式の方も多分気づかれてると思うんですけど。あ、そうですね、足の項目ありますもんね、オヤングス。今ちょっと頑張って微調整してますね。ちょっとあのリストリーム側ではそこは本当にいじれないので申し訳ないです。エスティメイトね、的にもそんなに時間あるゲームじゃないので、なるべく早くね対応していただけたら、せっかくのね奏者さんの走りが見られないのは残念なので。Básicamente clipear parcialmente contra una pared y cuando hacemos eso el juego intenta empujarnos hacia afuera más rápido de lo que nos movemos. Por lo tanto, adicionalmente podemos hacer varios saltos para intentar que la pared nos empuje y ganar un poco de velocidad. でもどういうきっかけでその日本のフリーゲームを RTA しようとされたんでしょうね。もちろんね、違う言語圏のゲームでも遊ばれることはね、あると思いますけど。ちょっとあの、足表は変わりましたけど、画面内に掘り込みましたね。バイナリーランドって何でしたっけ？名前は聞いたことある気がするんだけど、つい最近名前聞いた気がするんだけど。ああ、そうか、ファミコンのソフトか。ハドソンですね。ああ、なるほど、なるほど。右と左で操作しなきゃいけないあたりは、この辺が近いですかね。再送までされるかどうかわからないけど、結構今押してますからね、時間がね。ちょっと足を犠牲にしてデブりましたけど、これはこれでね、味のある見え方ですが。そうですね、ハドソンですね、バイナリーランドはね。あ、点々のあるところだけしかつかめないのかな。普通の壁はつかめないんですかね。ちょっと押し進行なのでね。Es que si se fijan la pantalla scrollea para arriba cada vez que paso de una torre a otra, de un nivel a otro.
Pero yo tengo control en cuanto a la cámara empieza a scrollear, por lo tanto en algunas partes me muevo sin ver lo que estoy haciendo, simplemente porque la cámara no scrollea lo suficientemente rápido como para que lo pueda ver siquiera. おお、なるほど。右左だけじゃなくて、黄色いところとかに入ると、同じ画面内にワープすることもできるんだな。いや、好きなのもあれかもしれないですね。言葉早いですね。むしろこういうタイプのゲームで何を解説されてるんだろうというのは不思議なんですけど、喋る内容難しくないですか？こういうのって。細かいテクニックを喋っていらっしゃるのかもしれないですけどね。いやー、今のも難しかったな。よくあれをさっさっさっと切り替えてできるな。大臣の裏で右目と左目で別の画面見てるんですかね。リバーリバーってのがあるんですね。おお。角の欠けてない楽器はつかめる。ああ、ありがとうございます。ちょっと凸型に見えるとかね、そのへこんで見えるとか、あれですね。角はつかめるんだ。今日のバグの話はちょっとスペイン語本当に分かんないんでね、何を言ってるか分かんないですけど、ね、他の海外のイベントみたいに火とか C とか Z とかもう出てるわけじゃないから、性別もねちょっと分かりにくいですけど、女性の方かな、イクヨさんですかね、日本的なお名前ですかね。語学堪能2期は昨日の晩はねいらっしゃったですけどね、スペイン語が分かりそうな方が。まあ英語はねだいぶ分かる方いらっしゃっても、スペイン語は、でもスペイン語話者はねとても多いっていう話昨日の晩も出てましたけど、中国語と英語とスペイン語と喋れたらもうかなりのね地球の何割かとは喋れそうですよね。あー、そうですね。日本で昔は外国語って言ったらフランス語、ドイツ語とかそんなイメージだったけど、今だったらね中国語とかも人気かもですけど、海外だとスペイン語はね学んでる方いっぱいいらっしゃいそうですよね。必要に応じ迫られてた方もいらっしゃるでしょうけど、アメリカとかでねスペイン語しか喋れない方が問題になったりとかね。空耳だけでした。バイオ4で、あ、そう、バイオ4はスペイン語は出るんですね。ちょっとバイオは3ちょろっとかじったぐらいまでしか知らなくて、4以降は知らないんです。ディスオーナード2にもこんなギミック。おー、ありがとうございます。グリッチくさかったですか。ああ、そうか、グリッチもあるかもしれないですよね。そこはちょっとよっぽどじっくり見ないと分かんないんで、たまに壁抜きもしてますか。なるほどなるほど。そういうわざとプログラム的に抜けれる要素を残してるのか、それともちょっとバツマーク出てますけどね、それが本当にワープできないか分かんないですもんね。これは何面、レベルいくつまでいったらクリアなんだろう。今36ぐらいですね。
El tiempo termina cuando tenga la última gema y tiempo. Y eso fue Teleport World Plus. お、GG かな？タワーテンクリアって出てましたね。おー、カオさんがすべて作られましたね。GG です。10分ちょっとだったですね。 Thank you for your playing。 No hay necesidad para hacerlo。 Pueden sacar un tiempo de 10 minutos tranquilamente solo con buen movimiento。Yo estoy trabajando en un tutorial para... Voy a empezar a trabajar en un... Si hay suficiente interés, voy a trabajar en un tutorial de Teleport Tower Plus. Además de que he estado recopilando toda la información de los skips, de la ciencia detrás de este jueguito. Entonces, ¿no? Sato, ¿vale? ¿Vale? Chato, sí, más bien, ¿vale? 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 Sí, másあ, ありがとうございます。電話の ステージ。pueden hacer sus propias torres, pueden mandármelas. probablemente si hacen una torre muy maldita, intentaré pasármela en stream. Yo estaré de vuelta en esta maratón en dos días, en algunos días más. El jueves voy a estar corriendo Profesor Layton vs. Ace Attorney Universal. Y el sábado voy a estar corriendo literal Griffith Adventure Fit World 1.Muchas gracias por ver. Chao, chao. ¿Ay, se sale la gana? Me echa banzai, se me hace.こちらもどってかよかったですね。はい、ということで、テレポートプラスでした。最初はね、ちょっと画面下が見切れちゃってて申し訳なかったですが、なんとかね、途中で対応していただいて。そうか、これが正しいのかもしれないですね。難しいですね。各ゲームに合わせるのは。それではまたゲーム切り替えますので、しばらく離席します。少々お待ちください。